どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断のお知らせが、来ましてですね、10月の10日に、発売されるよという新セレクションパックで、テンパイリュウ2に来ますと、インフェルノイド霊獣あたりですね、ゴブリンライダーあたりが追加されるということで、こちらのカードについてざっくりね解説をしていこうかなというふうに思います。いつも通りラジオ動画みたいになってますんで、よかったらなんかやりながらねご覧いただければなと思うんですが、テンパイルに関してはちょっと別でなんかめっちゃ詳しく動画出してるんで、ちょっと今日はこの動画では取り上げずに、テンパイル以外のところですね、ゴブリンライダー、インフェルノイド、霊獣あたりのところについてやっていこうかなというふうに思いますので、最後までお付き合いください。やっていきましょう。ゴブリンライダー実装ということで、これめちゃくちゃ楽しいテーマなんですよね。個人的には、テンパイリュウよりも、楽しみにしていたテーマでございまして、このカード。百鬼羅刹と書いてね、ゴブリンライダーっていうことなんかかっこいいでしょ。これ、まあ、ゴブリンって書いてあるんですけど、別に今までの既存のゴブリンとかとはあんまり関係なくて、これどういうテーマかっていうと、エクシーズする、テーマになっていて、火器モンスター、まあ、何枚か、いたり、初動に使うやつ、何枚かいたりするんですけど、これ全員ですね、手札とか墓地からとかから、素材を取り除いて特殊召喚するっていう効果を持ってます。このカードが手札に存在する場合、ダグだったらフィールドのエクシーズ素材を1個取り除いて、特殊召喚できるよと。フィールドのエクシーズ素材なんで、相手のフィールドのエクシーズ素材でもいいんですよ。なんで、有名なのはその エクスピアリーノワールとかのピュアリーを取り除いて完全にピュアリーを無力化させるみたいなこともできたりとかして、結構面白いんですよね。だからまあこのテーマは、ピュアリーメタができるということですね。ピュアリーメタ以外もエクシーズテーマだったらメタあります。で、このカードが召喚特殊召喚した場合にデッキから、ゴブリンライダーマジックトラップカードを手札に加えるということで、ダグだったらこの、大三条とかを持ってきて、まあ、他にもいくつかあるんですけどね。大三条が一応サーチ魔法になっていて、デッキからゴブリンモンスター一体を手札に加えると、一応ゴブリンの突撃部隊とかもサーチできるけど、ね、一応なしねえけど。でその後、フィールドのエクシーズ素材を1個除いて手札からレベル以下の、ゴブリンモンスター一体特殊召喚できるって効果があります。一応ゴブリン突撃部隊も出せるけどな、もういいか。で、一応このカードの墓地のこのカードを除外するとフィールドのエクシーズ素材を除いて、墓地からドラゴンゴブリンモンスター一体を手札に加えるという効果もあって、ね、ゴブリンライダーってこんな感じでどんどんエクシーズ素材を取り除いて展開していくっていうテーマになっているんですよね。例えば、まあ、ミアンダだったら、墓地にいれば自分のメインフェーズに出てこれるし、でしかもこいつ特殊召喚、召喚特殊召喚したら手札からゴブリンモンスターを捨てるから、一応こいつがあると初動になったりするんですけどね、レベル3に並ぶんで。とかあとクラッタだったら相手のメインフェーズにしか使えないんだけど、フリーチェーンでメインフェーズ中だったら墓地から特殊召喚できると、素材を取り除いていければね。でとか、あとマッハブーン、これは、自分相手のメインフェーズに、素材を届いて特殊召喚できるよみたいな感じの効果を持っています。要は素材がないといけないってことですね。でこいつら見ていただいたら分かるんですけども、ね、全員ね自分たちで特殊召喚する方法っていうのは素材がないと無理なんですよ。だからその例えばダグはまだいいか、ミアンダだけいても何も起きないんですよね。ミアンダとかだけいても何も起きない。まず一旦エクシーズ召喚をして、でその素材を使って特殊召喚するっていう、まあ、そういう順番になるんですよ、展開する方法が。なんでなんか何かと混ぜる必要があるんですよね。一応順でも組めなくはないけど、順じゃなくて他のチュッチョパーツ組めた方が強いんですよね。でまあいろんなテーマ混ぜられるんですけど、例えばまずベイゴマックスですよね。これ3枚使えるんですけど、マスターディールだとベイゴマックスから竹とモグ持ってきてレベル3みたいに並べてエクシーズ召喚して、でそっから展開していくみたいな動きができます。とかあとそれから、デスガイド、この魔界発原石デスガイドっていうモンスターが、これねミアンダがね悪魔族なんですよ。だからこの、デスガイドからミアンダ出してきて、展開するとめちゃくちゃ展開が伸びるんですね。だからデスガイドが多分ねゴブリンライダーの一番最強初動になっていると思います。とかあとはパンクですね。パンクもレベル3に並べるんで、パンクとかあと GB ゴールドプライド、この辺とか、まあ、あとレベル3の特殊ができるモンスターとしてはサイコトラッカーとかサイコビルダーみたいな、まあ、そういうモンスターがとても相性が、良くなってます。でゴブリンライダーは一応なんかいくつかその新規モンスターがなんかもう本当今年の7月とかに実装されてるカードがあって、多分その辺はまだ来ないと思うんですよね、マスターデュエルには。なんで一応なんか使われそうな、なんか元々いたやつから説明していくんですけど、ゴブリンライダーのビッグヘッドガボンガっていう、モンスターですね。このモンスターが一応エンジンですね、レベル3 2体で作れて、でこのカードがエクシーズ召喚成功したらデッキからゴブリンを加えるよということができるんで、だからここがベイゴマックスとかから初動になったりとか、パンクセアミンとかから初動になったりします。でフィードのエクシーズが取り除かれたら、フィードの表側表示のモンスターを素材にしてパクることができるよということで、まあ、これが除去効果を持ってますね。これ取り除かれた場合なんで相手のターンでも使えますから、まあ、これで相手のモンスターをパクるっていう、そういう妨害です。で自分エンドフェーズ、相手のエンドフェーズにデッキからゴブリンを素材にするよっていう効果を持ってますね。でね、
どういう盤面ができるかって話なんですけど、ガボン学を成立させてどういう盤面を作っていくかっていう話なんですけども、まあ、妨害の手段としては、まあ、レベル3のモンスターがいっぱい並ぶので、エクシーズ3エクシーズが主になってくるんですよ、基本的には。なんで例えば、まあ、ゴシップシャドウであるとか、あとそれからローカストキングであるとか、まあ、こういうモンスター、妨害持ちのレベル3、2体で作れるモンスターとかが、あの妨害の種になってくるんですけども、まあ、他にもですね、なんか、エクシーズモンスターでナンバーじゃないやつとかを並べられれば、例えば、未来竜王とかも出せますし、あと、ランク3、4が結構並ぶので、なんかフルアーマーロとかの展開にもできるんですよね。だから、フルアーマーロ展開したり、未来竜王展開したり、まあ、普通にランク3展開したり、なんかいろんな方法で、妨害を用意することもできます。もちろんね、縛りが入んないんで、まあ、シンクロ召喚とかもやろうと思ったらできるし、リンクモンスターとか、まあ、マスカレーナとかね、マスカレーリトルナイトみたいなこともできるんでね。なんで、まあ、かなりね、展開は自由なのかなというふうに思いますね。なんで、ゴブリンライダーを組むときは、かなり、オリジナリティが出るから、自分のデッキの中に。なんかその、いろんなことができるから。だからこそ、いろんなデッキができて楽しいんですよ。はい、ちょっといろんなクソデッキも考えてまして、もちろん先行アンケートとかもできるし、なんか先行なんかそのクソみたいなモンスター出して制圧するとかそういうのもできるから、はい、なんで、まあ、ゴブリンライダーデッキはいくつか動画にしようと思ってますんで、よかったら楽しみに待っていてください。さあ、いよいよインフェルノイド実装ということで、激アツ、墓地除外テーマでございますね。このテーマはですね、まあ、どういうことができるかと言いますと、まあ、めっちゃ墓地肥やしてその墓地リソースを使って展開していくっていう、まあ、そんな感じのテーマになってるんですよ。で、インフェルノイドは、イビルっていうモンスターが、これ多分新規で来ると思うんですけど、こいつマジで強くて、インフェルノイドをモンスターかける2で作れるレベル1の、融合モンスターですね。で、このカードを融合召喚した場合、自分の墓地からインフェルノイドモンスター1体を除外して、でそのモンスターのレベルと同じ枚数だけ、デッキからインフェルノイド墓地を送るってものがさらっと書いてあるんですけど、これ何ができるかっていうと、例えばインフェルノイドってなんかレベル10ぐらいのモンスターいまして、ネヘモスとかね、これのネヘモスとか除外すると、なんとあのインフェルノイド10枚墓地を送れます。インフェルノイドって墓地超えてるとめっちゃ強いんですけど、これいきなり10枚墓地超えたら最強なんですよ。これマジで強いです。これちなみに簡易融合が生きていたらマジ最強だったんですけど、ちょっと簡易融合がなぜかの手がつくバケモンデッキのせいでちょっと気になってまして、マスターデュエルちょっと弱いですね、その辺は。で、まあ、ただ、まあ、融合召喚はインフェルノイドかける2なので結構割と簡単でね、なんかインフェルノイドさえいれば大体その例えばまあ煉獄の虚無とかで出していくことができるかなっていう感じですね。これあの表側表紙の、このカード墓地を送るとなんかその融合できますよみたいな効果してるんですけど、これで融合召喚できますよって感じです。で、こいつあの出てきて自分の墓地からその除外した場合の効果も強いんですけど、2番も強くて、このカード墓地送られた場合、または除外されたらデッキから煉獄魔法トラップカードというのに加えるということで、まあ、さっきのその煉獄の虚無とか、これ煉獄の虚無ってね、これね耐えちゃうんですよ。実はあの名称して耐えちゃなくて、なんかその1回融合した後にもう1回サーチしてもう1回打てばもう1回融合できるっていうのもありますのでね、まあ、これはやっぱ後手で使うのが一番強いんですけど、エクストデッキから、特殊召喚されたモンスターが相手の盤面にいるとなんかデッキのモンスターも融合できるという、まあ、要はデッキ融合ができるんで、まあ、後手から打つのがこれは一番強いんですけど、まあ、一応先行であの打ってこれから展開していくみたいな動きもできますね。で、もちろんこれ墓地送られる効果がこれどこから送られてもいいんで、例えば愚かな重装とかでもいいですし、あとはなんかインフェルノイドティエラっていうモンスターがもともといてね、でこいつあの融合召喚するとなんかエクストデッキのカード墓地送れるんですけど、まあ、これとかで、まあ、直接イビルを墓地に送っても一応煉獄魔法トラップがサーチできるみたいな感じになっています。はい。で、新規カードの説明をしていくと、まずリンクモンスターが増えると思います。これがね結構強いんですよね。インフェルノイドモンスターを含む2体以上でリンク4なんですけど、割と出しやすくて、トガ姫いるんですよね今あの現代遊戯王、トガ姫からインフェルノイドなんか1体特殊召喚、まあ、あの召喚条件をちゃんとあの満たしてないといけないですけどね、あの蘇生席満たしてないといけないですけど、トガ姫からインフェルノイド蘇生したらあの普通に出せるし、インフェルノイドを単純にポッて出してトガ姫と一緒にくっつけてもいいですし、まあ、めっちゃ簡単に出るってことですね。で、相手がモンスターを特殊召喚する際に、自分のフィールド上のモンスターをリリースすると特殊召喚を無効にして除外できますっていう効果、まあ、要はインフェルノイドの先行盤面を強くする効果ですね。と、自分の墓地からカードを除外されたらフィールドのカードを1枚除外すると、これはまあ白雪とかで除外してもいいし、インフェルノイドの特殊召喚でもいいんですけど、まあ、2番は結構起動しやすいかな、インフェルノイドデッキだったら。このモンスターだからね、先行で出すと結構強いですね。今回のこのイビルとかが来たことによって結構安定感が出て、なんかね先行型もね回せるようになってますよ、インフェルノイドは。ちょっとインフェルノイドってそのデッキのタイプが先行で制圧する方と、あと後手でなんかめっちゃワンキルする方と、多分ね2パターンくらいあるんですよね。
そのなんか後手からなんかその、芝刈りとかめっちゃ打つみたいな、芝刈り、門芸名推理めっちゃ打つみたいな方と、あとスネークアイとかを使ってあのレベル1の、炎属性のデカトロンってやつがいるんですけど、デカトロンとかめっちゃ出してなんか制圧する方、まあ、このリンクモンスターとかを使って制圧する方とあって、まあ、これは先行でもまあ使えるし、別に後手で出してあのインフェルノで特殊召喚してさらにこの2番の方が使ってもいいし、これ先行でも後手でも強いから、このカードこれめちゃくちゃ強いですね。はい、で、指導する煉獄っていうカードがおそらく増えるんですけど、これもね、まあ、実質インフェルノイド版手札抹殺ですね。インフェルノイド手札、から1枚か、煉獄魔法トラップ1枚を見せると、自慢すると自分の手札全部捨てられるよと。でその後自分は手札枚数分だけドローする。インフェルノイドって結局その墓地超えてないと回せないんで、手札マスターズとか結構初動になったりするんですけど、まあ、これが一応実質打てるってことですね。で、要は手札マスターズが4枚採用できます一応ね。で、自分のビルドのモンスターが存在しないか、悪魔族モンスターのみの場合は、このターンに送られていないこのカードを除外すると、除外状態のインフェルノイドを墓地に戻すっていう効果あって、これがね、リソース回復できるんですよ。だから一回だから先行展開してインフェルノイドの、カードを使ったら、このカードを、墓地から次のターンにね、除外して、で今度もう一回その展開することができると、リソース回復ということで、これめちゃくちゃ強いですね。はい、まあ、実質的なマスターズみたいな感じですけど、はい。で、今回の診断で登場したこのフレームターンの話も一応最後にしていこうかなと思うんですけど、これがね、一応ねインフェルノイドで使われていることが多いモンスターでございまして、リンク2の炎属性モンスター、炎属性モンスター2体で作れて、で1枚目の効果でこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分のフィールドの表側表示の魔法トラップカードは相手の効果では破壊されないっていう体制だから、煉獄の魔法トラップカードとかが守れたり、あとねこれですね、自分の除外状態のモンスターを対象に取り、それ回収しますと、まず回収して、でこのターン自分はその効果で回収したモンスター、とその同盟カードの効果を発動できないって書いてあるんですけど、これね、インフェルノイドってその効果の発動じゃなくて、その召喚条件として、特殊召喚するんで、これあんま関係ないんですよね、出すだけだったら。なんで回収してインフェルノイドをで、またもう一回出し直すことによって、ちょっとモンスターが1体増えますんでね、ここでリンク値稼いだりとか、あとイベルを融合召喚していったりみたいな感じの動きで使っていくんで、インフェルノイドだと多分入れるとね、結構展開が伸びたりするんで、割と面白いカードになっているかなと思います。でね、さっき言ったようにデッキ構築はおそらく、まあ、2パターンに分かれると思っていて、なんか芝刈り、門芸、名推理、三世の豪みたいな、あと左手の大将みたいな、こういうカードめっちゃ積んで後手からなんか死ぬほど持ちこやして、展開する方と、また先行展開をしてさっきのそのリンクモンスターを出してインフェルノイドフラットとかを出したり、あとその共演っていうね、共演これデッキからインフェルノイド3体レベルが合計8になるように特殊召喚できるんですけど、これで、制圧していくっていう、結構ね下級っていうか、インフェルノイドの、効果モンスターか、メインデッキにいる効果モンスターって結構ね妨害持ってるんですよ。魔法トラップカードを無効にしたりとか、モンスター効果を無効にしたりとか結構いっぱいいるんでね、これをデカトロンっていうレベル1のモンスターでコピーするんですけど、効果をこういうね先行展開型と、まあ、後手型、まあ、結構ね面白い構築がいっぱいできると思うんで、ちなみに先行でティエラでゼグハンデスするみたいな、ことも意外とこの、イビルの、が登場したことによって割とできるようになってると思うんで、まあ、これはね前半です型とね後手ワンキル型、これどっちも作っていこうかなと思ってますんで、まあ楽しみにお待ちいただければなと、はい、いうふうに思います。来ちゃったね、脳みそ破壊テーマ、霊獣、霊獣っていうのはもともとね存在していたテーマでして、まあ豆知識をお話ししておくと、一応昔デュエルリンクスっていうスマホゲームで環境だったことがあります霊獣というデッキは。でこのテーマはどういうテーマかっていうと、展開がバリムズいテーマなんですよ。もうイカれた展開方法をしまして、なんかその普通カードを1枚使ってアドバンテージ 1稼ぐところを、なんかカードなんか4枚ぐらい使って1アドバンテージ稼いでくるみたいな、そういうテーマになっていて、展開がめちゃくちゃ複雑なんですねはい、なんでマジですげえいっぱい練習しないとなかなか回せないテーマになっているんですけども、このテーマはどういうテーマかっていうと、まずねやっぱね一番ねそのキーカードになってくるのはこの融合モンスターである精霊獣鬼カンナホークっていうモンスター。これが霊獣使いモンスターと精霊獣モンスターで、作れて、で上記のカードをフィールドから除外したら特殊召喚できるっていう効果ですね。融合を必要としない効果で、1ターン1の自分の除外状態の霊獣カードを2枚対象に取って、そのカードを墓地に戻しながらデッキから霊獣カードを1枚手札に加えるっていう、まあサーチする方法
で、この、2番目の効果はフリーチェーンで、このカードを X 体験戻して自分の除外状態の霊獣使いと精霊呪文祭っていうのを特殊召喚するってことなんですけど、この1番の効果にチェーンして2番の効果を打つことによって、自己チェーンできるんですけど、なんで、霊獣を2枚戻そうとして、カードサーチしようとして、でそのうちの1体特殊召喚すると、一応、カードが1枚墓地に戻って、で、まあ、2体特殊召喚されるっていう、まあ、状況になるんですけど、そうすると、1枚な戻で、墓地に戻していればサーチは入るっていう最低になってますんで、だから、観覧方向を出すことによってモンスター数が変わらないながらもカードが1枚増えるっていう、まあ、そういう状況になるんですね。だからこのカードが1ヤード稼ぐんです。これを、何回も何回も出し続けてこのアドバンテージを稼いでいくっていう、そういう感じの、デッキになってます。だからカンナフォークを何回出せるかっていうデッキなんですよ、簡単に言うと。で、難しいところは霊獣の、霊獣って基本的に1ターンに1度しか特殊召喚ができない縛りが全部ついてるんですね。なんで、まあ、これを管理するのがめちゃくちゃ難しいんですけども、新規モンスターでこの精霊獣使いレラっていうモンスターが多分実装されるんですけど、これがめちゃくちゃ強いんですね。1,2,3 あるんですけど、手札からぶん投げると霊獣一体の召喚を行いますよという効果、それ と、自分のフィールド上の、霊獣カードが戦闘効果が打開される場合に代わりにフィールド墓地のカードを除外できるっていう効果と、除外されたら、これがめっちゃ強い、除外されたら、精霊獣使いレラ以外の霊獣モンスターを特殊召喚できるということで、手札からぶん投げた後に例えばなんかアペライオとかで、除外してあげれば、霊獣が2体並ぶんで、そこからまた一気に展開できるとか、そういうのもあるんですよね。なんで、精霊獣使いレラの、登場によって結構組み合わせ初動が増えました。もともとね、一番初動はたくさんあったんですよ、例えば、まあ、ラムペンタとか、あと、それから、まあ、カンナホーク、この辺のモンスターは一応一番初動として霊獣結構盤面作れるモンスターだったんですけども、まあ、これがちょっと組み合わせ初動がいくつか増えたっていう感じですね。で、もう一個エースモンスター増えまして、で、リンク4の精霊獣鬼レイラウタリっていうモンスター、これは、効果モンスター3体以上で作れるサイキック族のリンクモンスターで、リンク4です。リンク4なんでかなり出しづらいかなと思うんですけども、一応ね、霊獣結構盤面にモンスターいっぱい並ぶんで、まあ、そこそこ出るのと、あとね、魔法カードの効果でもなんか召喚条件無視って出すとかもできるんでね、召喚っていうカードがあるんですけど、これとかで一応出せます。で、このカードはモンスターゾーンに存在する限りお互いのカードの効果を発動するためにリリースをできないということで、まあ、こいつがいることによって、例えばロータスとかが、あの辺のモンスターが使えなくなったり、なんかローンファイアブロッサムみたいなのとか使えなくなったりとか、しますね。で、自分の除外状態の霊獣カードを1枚対象として、そのカードを手札 X ストレッチに戻して、でその後手札から霊獣を、召喚できると。要は除外状態のモンスター回収してそのまま出せるよと。これ召喚が偉くてね、特殊召喚縛り入っても召喚と出せるんで、これでまあ展開力増やしていくというところですね。で、相手のターンに一応妨害が持ってて、自分のフィールドの霊獣カードと相手のフィールドのカード1枚を対象にそれを除外できますよという妨害も持っていると。展開力札にもなるし妨害も持っているっていうところですね。で、一応もう一個、新規モンスターいまして、ノッチウドラゴっていうモンスターですね。このモンスターは融合モンスターになっていて、霊獣使いプラス精霊獣モンスターをフィールド墓地から除外したら特殊召喚できます。まあ、基本的にはそのフィールドから除外しないと融合召喚できない中で、墓地のカードを除外して融合召喚できるのが優秀で、墓地コストを一気にパッて除外したら後々とか出てくるよと。で、実際ね、このモンスター自体が強いっていうことはあんまなくて、一応まあ他の霊獣モンスターに効果対象耐性が付与できるっていうところと、あと一応まあ自分相手のターンに変身できるっていう効果があるんですけども、これね、要するにエンジンですね、このモンスターを。後々ドラゴンを初動にのまあ一端として使って、なんかその除外状態に霊獣置いて、展開したり除外状態から戻して展開したりっていう感じなので、まあ、こいつがめちゃくちゃ強いというよりかは、まあ、こいつをエンジンとして展開 していくっていう、そのエンジン系のモンスターになってますね。で、このデッキが、妨害の方法は、まあ、準構築でいくとするのであれば、まあ、レイラウタリのこの除外効果と、あとそれからね、このね、霊獣の連携っていう、自分のフィールドの霊獣モンスターの数までフィールドのモンスターを破壊するっていう、この霊獣カードなんで、一応そのカンナホーク融合カンナでサーチができるんですけど、これをまあ2枚くらい構えるっていう、まあ、基本ムーブになってますね。なので、まあ、連携で破壊、まあ、レイラウタリで除外みたいな感じの妨害になってます。まあ、無効がないんですね、つまり要するに、まあ、その、効果を無効にするみたいな ことができなくて、まあ、その辺が弱点ではあるかなというところで、このデッキの一番強いところは何なのかっていう話なんですけども、モンスターをこう墓地から展開してるとか、墓地に送ってとか、そういう効果がほぼないんですよね。要は墓地利用がそこまで多くないので、
最強カード次元の裂け目とディメンションアトラクターが詰める。これですね、やっぱりその環境にはディメンションアトラクターとか次元の裂け目とかに弱いデッキが結構たくさんあるわけじゃないですか。まあメタビとかね、そういうのはあの全然関係ないけど、まあ例えば、まあ、炎王とかさ、まあ、ユベルとか、それからまあ、ディメンションアトラクターぶたれたら多分テンパイルとかも展開できなくなったりするんでね。なんでまあそういうデッキに対して、ね、めちゃくちゃ強いというところ、これがやっぱりね唯一無二のいいところですね。レイジュのこれディメンションアトラクターが2枚詰めるっていうのはやっぱあの他のデッキではなかなかないあの大きなメリットだと思うんで、まあ、この辺でイージーメインしたい方はね、ぜひ霊獣組んでみていただければと思います。ただ何回も言うけど展開クソむずいから覚悟して。こういうわけで、まあ、個人的にはね一番楽しみなのはね、クソデッキがいっぱいできるからゴブリンライダーかな。あと気持ちよくなれるんでインフェルノイドもめちゃくちゃ楽しみなんですけど、まあ、9割のデュエリストは、まあ、おそらく、三元層が楽しみで、でおそらく 0.5% くらいのデュエリストが霊獣楽しみにしてるんじゃないかと思うんで、まあ、今回の、ね、パックはおそらくテンパイルが入ってるんでみんな向くんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ死んだ海風にも遊びに来てください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。